14頭がゲートの中に揃います。枠入れ完了。スタートしました。横一線から外内を見ながら14番グライスが抜け出てきます。内から3番正義の味方、2番手、3番手につけた9番ジュリエットレター、2番手に並んでいきました。直後12番のブラックヘブン、4番ビッグボーイが並んで、中段の前に内から1番キャンディッド、外を回りまして6番ファイヤープリンス、10番ポッドルージュ続いていきます。後方グループ1段です。先頭からしんがりまで12、3馬身ぐらい、2コーナーです。14番グライスの逃げ、リード1馬身弱、差を詰めて9番ジュリエットレターが2番手です。3番手12番のブラックヘブンの内に3番正義の味方、差を詰めてきた6番ファイヤープリンス並んでいきます。ムチが飛んで4番ビッグボーイ、内1番のキャンディッド、差がありません。やや離れまして10番ポッドルージュの外に7番ドラゴンエアル、2頭が揃って上がっていきます。後方離れて5番のアルコバレーノ、さらに遅れまして13番メイトクムサシ、15番アスロック、その後ろに2番のストーミングソウル、8番のタハトです。600を切りました。3コーナーを迎えています。縦に長い展開になっています。前は固まってきた。14番のグライス、その外に9番ジュリエットレターが並んできました。さらに外には12番ブラックヘブン、400を切ります。この3頭に接近してきた6番ファイヤープリンス、7番のドラゴンエアル、ここまで5頭が1段、4コーナーから直線です。抜けてきた9番ジュリエットレター先頭ですが、並びかける12番ブラックヘブン、2頭の争いに、外から7番ドラゴンエアルも差を詰める。その内側に6番のファイヤープリンス、今4番手、前は3頭横広がり、外から伸びてくるドラゴンエアル、真ん中が12番ブラックヘブン、この2頭抜けた。ジュリエットレター3番手、先頭12番ブラックヘブン、ゴール。勝ったのは12番ブラックヘブン、12番ブラックヘブン勝ちました。7番のドラゴンエアル、これも直線よく伸びましたが2番手、転入初戦人気を集めました。9番ジュリエットレター3番手、以下10番ポッドルージュ、6番ファイヤープリンス続いています。